デンハーグにあるファーレンハイトの墓、ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトは、ポーランド・リトアニア共和国、王冠領プロイセンのグダニスクで生まれ、主に、オランダで活動した、ドイツ人技術者、物理学者。水と氷が共存する温度と、健全な男性の体温を、固定点とする温度である歌詞に名前を残している。名の漢字表記は、かおさむかい、かおさむかいとく、かみりんかい、か連結をつど。 歌詞という表記は、ファーレンハイトの中国語における音訳、カオサム解読から来ている。また、非重瓶、浮きはかり、温度計の改良を行った。ファーレンハイトはそれまで一般的に使われていたアルコール類を使った液中温度計の不正確さを、純度の高い水銀を使用するほか、精密な制作技術で精度を高めた。また、自身が制作した温度計を使って、 様々な液体の沸点を計測し、沸点が液体ごとに異なること、及び大気圧によって変動することを発見した。ファーレンハイトのハイドロメーター1686年5月24日、ポーランドリトアニア共和国のグダニスクに商人の長男として生まれるが、両親が毒キノコを食して1701年8月14日に死亡したことを機にオランダのアムステルダムに移った。 アムステルダムで商業を学ぶうちに、物理学に興味を示し、化学装置の製造業に従事するとともに、ガラス器具を製作する技術を身につけて、ガラス工芸家として、また、物理や気象学の器具製作者として務めた。1707年頃よりドイツなどの各国を旅し、ドイツの数学者、哲学者であるゴッドフリート・ライプニッツとも文通を、していた。 ファーレンハイトの旅は10年間に達し、科学者と出会う中で、標準温度計の必要性を知る。1713年頃に、水銀温度計の実験を始め、1714年には、アルコール温度計を作った。1717 17年、アムステルダムで、商業的な生産を行い、1724年に、水銀温度計を作り、論文を発表した。同年、 王立協会フェローとなる。1721年、過冷却された水の浸透による凝固を発見。1732年には、オランダの植物学者であるヘルマン・ブールハーフェと共に、異なる物質の混合実験を行い、その時の温度が、初めの温度の平均値にならないことを発見し、後に、スコットランドの物理学者、科学者であるジョゼフ・ブラックにより、比熱で証明された。 1736年9月16日、オランダのハーグで亡くなる。A.B. 高田誠二。温度概念と温度計の歴史。日本熱測定学会。2019年11月22日閲覧。歌詞温度とはウェブリオ辞書。2012年12月27日。閲覧。ファーレンハイトヤフー百科辞典。日本大百科全書。2012年12月27日。 閲覧。ファーレンハイトとは引くことバンク、2012年12月27日。閲覧。ありがとうございます。